よろしくお願いします。ラジオトークの斉藤と申します。GCP と PHP というタイトルで発表させていただきます。GCP、皆様なんとなくご存知かと思いますので、詳しい説明は特にしませんが、Google 社が提供している Google クラウドの、コンピューティングサービスです。AWS や Azure などと、同じようなものだと考えてもらえれば全く問題ありません。そこでですね、我々の PHP 好きで PHP でいろいろとコードを書いているかと思うんですけど、その GCP で PHP を動かす環境っていうのはですね、結構いくつか種類がありまして、なので前半ではその GCP で PHP を動かす環境のそれぞれの特徴とか、こんな時に向いてるかもねっていうお話。後半はですね、私からそのラジオトークという会社で、どんな選択をして、なんでそういう選択をしたのかっていう実例をご紹介できればなと思っております。この発表について、その GCP で PHP を動かすときの選択肢の整理に使ってほしいなと思っていて、どういうことかというと、限られた時間でございますので、あまり詳細なところまで細かくっていうのはなかなか難しかったり、私がサービスでめちゃくちゃ利用している、すべてを利用しているってわけではないので、そういうときに、ああ、こんなのがあるんだ、こういうときになんとなく向いてるんだって分かったら、ドキュメント読んだりとか、実際に試してもらったりとか、そういうふうなときの入り口に使ってほしいなと思っています。また、もし GCP と PHP をすでにヘビーに使っている方がいたら、ディスコードでこんなことに向いてるよとか、自分たちはこんなふうに使ってるよ、発表ではこんなとこがいいって言ってるけど、実はこんなとこもいいんだよみたいな話は一緒にできたらいいなと思っています。改めてラジオトークの斉藤と申します。音声配信サービスラジオトークを運用している会社で、ラジオトークの PHP バージョンは7.3です。アクティブサポートがつい先日切れて、セキュリティサポートがあと1年ぐらいなんで、7.4とか8とか頑張んなきゃなと思ってます。好きなフレームワークはベアサンデーで、サービスでもめちゃくちゃ活用しています。ベアサンデーいいぞって話も本当はめちゃくちゃしたいんですけど、今日はちょっと GCP と PHP の話をしたいと思います。ということで、ラジオトーク、採用もしてますんで、ベアサンデー一緒に書いてくれる方めちゃくちゃ募集してます。はい、ちょっと自己紹介と宣伝はここまでにして、本題に入りたいと思います。GCP で PHP を動かす選択肢、大きく分けると4つあります。Google App Engine、GAE、Google Compute Engine の GCE、Google Kubernetes Engine、GKE、Cloud RAN と4つありまして、この中でですね、Google App Engine がさらにもうちょっと細かく分かれます。分かれてちょっと使い方とかも違うので、ここは整理しておきたいなと思います。まず、スタンダードとフレキシブルというふうに大きく分かれて、フレキシブルの中でも PHP ランタイムとカスタムランタイムというふうに分かれます。ここで GCP に詳しい人だと、クラウドランも他にもあるよねって思うんですよね。クラウドランってフルマネージドとフォーアントスっていう2つのバージョンがあるんですけど、この発表ではフルマネージの方だけ簡単にご紹介できればなと思っています。ということで、まず Google App Engine から GAE とよく言われておりますね。フルマネージドのホスティングサービスになっています。GCP の中でも非常に歴史のあるサービスで、公式のドキュメントとかはちょっと見つからなかったんですけど、Wikipedia によると2008年からやっているということで非常に長い。もちろん単純なホスティングだけじゃなくてですね、スケーリングやバージョニングとか、あとトラフィック分割など結構便利な機能もいろいろと備えています。で、その Google App Engine の中のスタンダードってどういうものかっていうと、Google が事前に用意されたランタイムで動きますと。我々がよく書く PHP、Python、Java、Node、Ruby、Go に対応しています。PHP は7.2、7.3、7.4に対応しています。7.4が先日、正式に対応になったので、PHP8 が GA スタンダードで正式に対応になるのは来年の今頃かなと思っています。あとは結構、たっぷり無料枠があったりするので、お試しとかには非常に向いてます。デプロイも非常に早くてですね、トラフィック切り替え含めて1分ほどで、すべてのデプロイの、作業が終わりますと。これ、Google の公式ドキュメントでデプロイについて秒って書かれてるんですけど、多分秒は無理かな。実際1分から1分半ぐらいはかかるかなと思ってます。非常に簡単なのも特徴で、1個 AppYAML っていう設定ファイルに、ランタイム PHP74 って書いて、コマンド1個をデプロイするだけでもう PHP が動き出しますよということで、本当に手軽です。本当にサーバーレスだなってこういうのを見てると感じます。ちょっとメモリと CPU には制限があって、この4つの中からどれかを選ぶというふうになっています。じゃあ GA のスタンダード環境ってどういう時に向いてるのっていうとですね、
さっき CPU とメモリのこの制限について4パターンしかないとお話をしたんですけど、いくつか制限があって、まあ、PHP はいいんですけど、まあ、そもそも対象の言語しか対応していない。先ほど紹介した。で、CPU はメモリの制限がある。で、インスタンスも匿名なので、なんでしょう。SSH してデバッグしたいとかもできないですし、IP を固定したいとかもスタンダード環境ではできないんです。あとはディスクへの書き込み制限があって、PHP を利用する場合は、すらテンプにのみ書くことができます。あとはですね、オートスケール時のタイムアウトは10分っていうふうな設定がもう固定されていたり、オートスケールしないときは60分とか使えたりするんですけど、一番便利に使うオートスケールのときとかは10分とか。これらの制限を逆に、今自分たちが書いているコードとかサービスが目指せ、満たせるんであれば、GA のスタンダードは非常に、有効な選択肢、PHP を GCP で動かす中の有効な選択肢だと思っていて、おすすめの一つです。じゃあ次にスタンダードではなくて、フレキシブル環境についてお話しいたします。少し不思議で、これどういうことかというと、開発者から見ると、Google App Engine を使っているように見えるんだけど、実は裏では、Google Compute Engine、この後説明しますが、その VM の上で Docker が動いているっていうような風に環境になります。GA のフレキシブルの PHP ランタイムだと、その Ubuntu 16.04 に基づいた Google が Docker 環境で PHP が動くようになっています。そう、実は裏が VM って話なので、CPU はメモリ構成とかが非常に柔軟になっています。先ほどの4制限とかではなくて、細かいチューニングもできるようになっています。なのですが、我々から見ると GAE として利用できるので、バージョニングとかそういう便利な、GAE で便利だった機能は引き続き利用可能です。ちょっとデプロイは時間かかって、トラフィック切り替えとか含めると15分から20分ぐらいかかるかなと思っています。じゃあ、フレキシブル、さっきスタンダードは良さそうだったけど、フレキシブルはじゃあどういう時に使うのっていうとですね、まあ、PHP 自体のせいなんか設定を変更したい時とかはこっちになったり、あとはスタンダード環境が WebSocket に対応してなかったりするんで、そういう時はこっちになります。あとは、さっきのスタンダードの4制限ではなくて、CPU やメモリを1インスタンスでたくさん使いたいときっていうのは、フレキシブルを選択することになるかなと思っています。フレキシブルの中のさらにもう一つのカスタムランタイムっていうのがあります。先ほどお話したように、GC、VM の上で Docker が動くんであれば、Docker が動くんだったら何でもいけんじゃんということで、まさにその通りで、我々が今度は Docker ファイルを書くっていう運用をすれば、ほとんどのいろんな、もちろん PHP 含めていろんなものが動きます。で、この仕組み上、インスタンスの生死の管理、生きてるか死んでるかの管理を HTTP リクエストで行うので、Docker 上で HTTP リクエストが処理できるなら何でも動きますよという便利なものになっています。じゃあカスタムランタイムはどういう時に使うかというと、フレキシブルの PHP ランタイムでもやれないことをさらにやるためです。例えば今すぐ PHP8 を GAE で使いたいっていうと、カスタムランタイムを選択することになるから。あとはですね、PHP の拡張機能、結構いろんなものを実はフレキシブルでも揃えてるんですけど、PHP の拡張機能をなんか使いたいものがあるっていう時とかはこっちを選びます。自分だと、フレキシブルの方でオペキャッシュ自体は入ってるんですけど、オペコルの方から入れる全土のオペキャッシュは入ってなくて、ちょっとそっちを使いたい時とかがあってカスタムランタイムを使ったりしました。あとはそもそも Ubuntu じゃない OS で動かしたいとか、そもそもその OS レベルの設定を調整したいとかもこっちになるかなと思います。以上が GAE のお話でした。続いて先ほどちょっと名前を出したんですが、Google Compute Engine GCE のお話に移ります。いわゆる VM の仮想マシンを提供してくれます。ハードウェアは気にしなくていいってやつですね。ですが、その Google のハードウェアを使えるので、CPU とかメモリとかも非常に広く、最大だと CPU だと100コアぐらいまで使えたりとか、あと GPU とかも選択することができます。で、その使ってるハードウェアをどれだけ1秒単位でどれだけ使ったかっていう課金になっていて、あとは各社 VM でよくあるような長く使ってたりとか、1年間使いますよってやると割引になったりとか、そういうのももちろん備えております。じゃあ GCE で PHP を動かすときってどういうときに使うのっていうと、まあ、一番あり得るユースケースっていうのはなんか別の VM で動かしてたものを Google にまず持ってきたいなんていうときは一番いい選択肢かなと思います。10が効くので、もともと VM に持ってきたものを引っ越す先としては非常に手軽にできるんじゃないかな。あとちょっと PHP でどこまで運用があるかわからないんですけど、まあ、GPU を使いたいときっていうのは GCE が一番いい選択肢になるかなと思っています。あと PHP から少し離れるとミドルウェアのクラスター組んだりとか VM ならではでやりやすいこととかもあると思うので、そういう時も GCE が選ばれるかなと思っています。続いて、GKE、Google Kubernetes Engine。フルマネージドの Kubernetes になっています。Kubernetes 自前で運用するの結構きついよねって話はいろんなところから聞くかと思いますので、そこを Google が面倒を見てくれますよというものです。
料金体系はちょっと面白くて、そもそもそのクラスターの管理料金と、あと実際ポットの部分のワーカーノードが Google コンピュートエンジンで動くので、その VM の 分の料金をお支払いしたりとか、その GC が動くので GPU も動きますし、TPU という Google の機械学習用の CPU みたいなのがあるんですけど、そことの連携とかもスムーズにできるようになっています。ここじゃあいつ使うのかっていうと、もうその通りで Kubernetes を利用したいときに使うと思ってます。でこの後、尾崎さんが PHP on Kubernetes という発表があるので、そこで実際の PHP と Kubernetes の例とかは、私もめちゃくちゃ楽しみにしていて、ぜひ聞こうかなと思ってます。最後にクラウドラン。どういうものかというとですね、フルマネージャーのコンテナホスティングサービスということで、コンテナを一つポンと上げると、そこの管理を全部 Google がやってくれますよ。今まで結構 HTTP に対応している話ばっかりだったんですけど、クラウドランは GRPC にも対応しています。GAE と同じぐらいの CPU とメモリの制限があります。だいたい4コア4ギガぐらいまで。で、いいのは、課金してるときだけお金払えばいいですよということ。かつ、しかも100ミリセック単位なんで、本当に使ってるときだけお金払う。使ってないときはインスタンスも落ちて、全然お金払わなくていいですよっていうところがいい特徴の部分だと思っています。でバージョニングがトラフィック分割など便利な機能も備えていて、コンテナを上げる、コンテナを、一つのコンテナで運用できるものであれば、非常にいいサービスになっているかなと。じゃあクラウドランどういう時に使うかというと、まあ、コンテナ化が済んでる、まあ、コンテナ化前提の、コンテナ前提のサービスなんで、コンテナ化が済んでいたりとか、あとは使っている時だけっていうのが非常に大きいので、例えば空論で1時間に1回なんか処理したくて、それをクラウドランのコンテナでやりたいとかだと、本当にそこ使っている時だけなんで、安く、定期的なリクエスト処理とかには非常に向いているかなと。あとは GRPC が GAE とかだと使えなかったりするので、GRPC を使いたいときは非常にいい選択肢かなと思っています。ここまでバババッと4つの、大枠にすると4つの関係についてお話してきたんですけど、シンプルな Web アプリケーションであれば、下記の順番で検討していくのがおすすめかなと自分は考えています。まず GAE のスタンダードかクラウドランっていうのがフルマネージドで、なおかつ運用も非常に楽なので、この2つで動くんであれば、まずはここからっていうのがいい考えなんじゃないかなと自分は思っています。 GAE のスタンダードとクラウドランの使い分けは多分結構みんなどっちにするか悩んでいて、まあ、コンテナ化が済んでいるんであればクラウドランの方からもしかしたら検証してもいいかもしれません。でこの2つでちょっとできなかったり、もうちょっと自由になんかカスタマイズしたいなという時にフレキシブルとかカスタムランを選んだりとか、あとはもうちょっと何か、もともと VM で動いているものに移行先として GC 探していたりとか、すでに Kubernetes について理解をしていたりとか、会社の社内で事例があったりとかで、もともともう使いたいんだよねっていうときはいきなりサンバリ飛んだりするのもいいんじゃないかなとは思います。で、ここからはですね、私が今いるラジオトークっていう会社で、どんなふうに GCP で PHP を使ってきたかと。こういう話って結構大きな会社だと Google さんがそもそもブログで公開していたりとかがあるんですけど、非常に小さなスタートアップでの実例でこんな使い方もあるんだっていうふうに聞いていただければなと思います。ざっくりイメージとして運用するものとして、API、あとは Web って何かって PHP でサーバーサイドレンデリングして HTML 返すような、あとは社内で使う管理ツール、で、Chrome で定期的に何か処理をするようなバッチ処理と。あと、ラジオトークが GCP を使い出したのは大体2年前ぐらいで、ちょっといろいろと年代の話をするので、右上にいつの話してるんだいっていう2018年頃みたいなのをここからは書いていきます。ですね、この時の、最も優先するべきことっていうのは、お金でした。インフラの費用を抑えたいっていうのが、ラジオトークとか我々チームの中の、認識でありました。この時はまだ会社でもなくて、社内の新規事業みたいな立ち位置だったので、インフラの費用、コストの部分を抑えれるんであれば、できる限り抑えたい。で、インフラ費用を抑えるのが最優先であれば、GA のスタンダードって無料枠がたくさんあったりするんで、いいかなって思うんですけど、もうちょっとここで情報とか、そもそもサービスの特性とか、チームのスキルとか、そういうのを考えていきました。GAE 一ついいところってオートスケーリングがあるんですけど、そもそも我々のサービスって当時のスケーリングって優先度高かったんだっけっていうと、サービスの特性上ピークタイム、この数時間はアクセス結構多いよねみたいなものはあったんですけど、なんかいきなりバンと一瞬で跳ね上がるみたいなスパイクアクセスはほとんどなくて、でまあそうなるとあんまりですね、このオートスケールの優先度は高くないかなと考えていました。あとはですね、期限と人的リソースっていうのも大事な考えなきゃいけない部分で、
この GCP を使う前はオープンスタックで動いていて、オープンスタックを VM のようにうまく活用してそこで動いていましたと。ちょっと会社の事情で期限があってあんまゆっくりはしてらんなくて、担当者は私一人ということなので、導入コストとか学習コストが高そうなものっていうのはちょっとすごく取りづらいかなとありました。じゃあその時の私のスキル、2018年のスキルセットってどうなのかっていうと、オープンスタックで運用してたりとか、まあ、昔ながらの VM での PHP の運用経験とかはたくさんあったので、まあ、そこはなんとなく大丈夫そうだと。でその VM の構成管理、まあ、PHP をインストールするところみたいな当たり前のところから始まってみたいなところのアンシブルでの構成管理はあったので、まあ、そこはある程度何でしょう、安定の楽できる部分かなとは思っていました。で当時は Docker をちょっとプライベートで立ててとか使ってみたりことはあったんですけど、本当のサービスレベルでの運用とか、本番環境での運用っていうのは経験がなかったので、そもそもその GCP とかクラウド環境はこの時初めてだったのに、さらにそこに Docker っていうチャレンジを盛り込むのは、さっきの人的リソースや期限の話を含めると、なかなかに厳しいかもなと考えていました。で、期限とか人的リソースとかスキルのことから考えると、もともと慣れていた VM の Google コンピューティングエンジンにまずは移すことが、一番優先度、選択肢としてはいいんじゃないかなと。まあ、ですが、一番優先度が高かったのは、さっき一番最初に言ったようにインフラ費用だったんですね。なので、Google コンピューティングエンジンの GCE 上でインフラ費用を抑えるにはどうしたらいいかっていうのは、考えなければいけませんでした。で、マジかよってもしかしたら思われるかもしれないんですけど、API Web 管理ツールの HTTP 系で扱うものを GCE のインスタンスに相乗りさせました。ちょっとこれ、スライドの都合上、インスタンスが1個にもしかして見えるかもしれないですけど、さすがに1個ではないです。1個ではないんですけど、そこに相乗りをさせて、運用しました。さすがにですね、その空論で回すようなバッチ処理とかがなんかこけたりとか、すごい長い時間処理して、ユーザーさんに直接、かかるような API とか Web の部分に影響をかけてしまうのは、ちょっとそれはさすがにダメかなと思ったんで、ここだけ分けて、HTTP 系で扱う API Web 管理ツールは相乗り、空論で動かすようなバッチ処理だけ、ここだけ分けて別のインスタンス、なんていう感じで、インスタンス数を大きく下げて、これでインフラ費用を抑えれるようにしようと。じゃあ、これって、その GAE でできなかったのっていうとですね、GAE でも多分頑張ればできると思います。ですから、その GAE をやるときは、ソースコードを1個、なんでしょう、ここのソースコードを更新するみたいなことはできないので、API Web 管理ツールを全て一気に上げなきゃいけないんですね。GAE で相乗りを、インスタンスを減らすためにやるってなると。ちょっとそれは、想像を絶する運用の大変さだったので、GCE の場合はそこら辺の調整、API だけ、相乗りなんだけど API だけデプロイして更新するとかは全然できるんで、まあ、この構成がいいかなという結論に至りました。で、こんな相乗りで、マジかよって皆さん思ったりとか大丈夫だったのって思うかもしれないですけど、意外とですね、大丈夫だった。意外と大丈夫で、その相乗りがそのもそも何かトラブルの原因になったりってことはほとんどなくて、運用が無事にできてましたと。1年2年と運用してって、よかったよかったと思ってたんですが、まあ、今年2020年になって、まあ、嬉しいことにですね、ユーザーもだいぶ、増えてきましたと。まあ、そういうこともあってですね、人気なコンテンツが公開されると処理が不安定になって、まあ、時には大変ユーザーさんには申し訳ないんですけど、500のエラーを返してしまう時とかもあったりとか、まあ、アラートもよく飛んできて、なかなか夜中に飛んできて大変なことになったりとか、そういうこともあって、まあ、どうにかしなきゃいかんと。で一番処理を担っていたのは API だったんで、API をどうにか安定させたいし、その人気なコンテンツが配信されたときに、インスタンスが増えたりとかスケーラブルにして、安定したサービス運用をしたいというのが大きな課題に今度はなってきましたと。まあ、じゃあ、その安定とかスケーリングの部分について、どの環境で実現するかって考えたときに、考えていきました。API のコンテナは、コンテナと考えたとき一つなんで、まあ、GKE を使うのはちょっとオーバーかなと。あと、相乗りのまんまインスタンス数を増やしたりっていうのもあったりとか、あとは GCE もマネージド、スケーリングの部分できるんですが、このまま相乗り GCE を頑張るんだったら GAE に移る方が、だいぶ手間は少ないんじゃないかなと思って、この時には GAE を、相乗り、API だけ相乗りをまずやめて GAE に移って、GAE のスケーリングとかバージョニングとか、そういう便利な機能をうまく活用して安定稼働させようというふうに考えました。
まあ、ですが、まだ問題はあって、まあ、そもそも先ほど一番最初にお話したように、まあ、GE 環境いっぱいあるんで、どの GE 環境を使うかっていうのは結構大変。で、当時は開発環境はすでにコンテナ化していて、まあ、VM の環境を再現するようなコンテナで開発環境として動かしていました。まあ、なのでですね、NGX とか PHP の部分のチューニングは結構やっていたし、その、単純なオペキャッシュではなくて、ペコルの方の全動オペキャッシュをライブラリの都合上で使いたかったりするんで、実は最後だけでも決定なんですけど、フレキシブルとかスタンダードではできなくて、カスタムランタイムを、まあ、今自分が使った人が使ってるコンテナをそのまま使えるのもあって、カスタムランタイムで行こうと決めました。ですね、GE のカスタムランタイムに無事に移行しまして、今は本当に API も安定して、スケーリングも、インスタンス数とか見てると、おお、勝手にやってくれて、勝手に増えて勝手に減ってくれてんなって感じで、非常に安心して、眠れるようになりました。本当に良かった。で、まだ Web とツールの相乗りとかもちょっと残ってるんで、これも GAE とか他の Google のいいサービスたちを活用して、解消予定です。この経験からの学びとして、まあ、サービスやチームと向き合いながら技術選択をするっていうのは非常に大事だなとやはり感じました。使いたいものとか流行りとかもすごい大事だとは思うんですけど、今自分たちが何が優先なのかっていうのを整理してやっていくと。でもう一つが、そのクラウドインフラでの何がいいって自分は改善のしやすさだと思っていて、その優先するべきものとか状況が変わっていく中で、クラウドインフラの便利な機能を使って改善していくっていうのは非常に大事。で、その時に大事なのが、その課題を定義すること。なんとなくで選ばずに、こういう問題があって、そのためにこういう解決をするために技術選択をするっていう仮説立てて選ぶっていうのがすごく大事なことだと感じました。もし、うまくいかなかったときにですね、その仮説の部分がうまくいかなかったのか、課題の定義が間違ってるのかみたいな振り返りができるので、次の改善がすごいしやすくなるのが大事だと思います。もう一つが素振り、この辺結構大事だなと思っていて、素振りって何かっていうと、例えば、当時自分が Kubernetes についてめちゃくちゃ詳しかったらとか、クラウドランを使い込んでいたら他の選択肢が見えたかもしれないし、っていうのは、種をまいておくみたいなことはすごい大事だなと思いました。意外と、その改善が急に来たり、そのサービスがバッと変化したときに改善のタイミングが来たりするので、そういうときに種をまいたり素振りしておくってことは、すごいこういう部分に関しては大事だなと感じました。最後にまとめとして、GCP で PHP を動かす選択肢というのは大きく分けて、Google App Engine、Google Compute Engine、Google Kubernetes Engine、Cloud Run とありまして、個人的なおすすめとしては、Google App Engine のスタンダードとか、Cloud Run のフルマネージャーっていうのは、まず最初に考えてもいいぐらいおすすめな環境です。じゃあ、まあ、おすすめなんですけど、実際の環境決定っていうのは、まあ、チームやサービスと向き合いながら、優先度とかを整理しながらやっていきましょう。一度決めたものというのも、そのチームやサービスやメンバー、いろいろ変わっていきますので、改善していくものだと考えています。そうですね、いろんな事例を共有して、この時はこういうことが向いてたよとか、こういうことはあんまり実は向いてなかったなとかもすごい大事な共有だと思うので、いろんなこういう場で発表したり、この後ディスコードでお話できたら、すごく私は幸せですし、ツイッターとか、また別のカンファレンスとかで、GCP と PHP の話とか、まあ、AWS の話とかもそうなんですけど、皆さんの話いろいろ聞けたらすごく嬉しいなと思っています。はい、これで発表は終わります。以上です。ありがとうございました。